今日はこの公園に来ました。メルボルンからだいたい20キロぐらいですね、東に行ったところの公園です。敷地は東京ドームの10個分ぐらいかな。オフリードとオンリードのが分けられてて、あれ This way人工の湖がある公園ですね。こんにちは、五十嵐です。犬の散歩の動画を撮りたいと思った時に一番重要視したのは水平時と手ぶれ防止ですね。どうしても犬の散歩でリード使ったりフリスビー投げたり、それからあっちに行こうとかこっちに行こうとか指差しをかで指示をするんで両手はフリーにしたいんですよね。でそのためにこの PGY テックのチェストストラップともう一つ PGY テックのリュックサックにつける、ここにつけるクリップを買ったんですけど、これに関して言えばつけ心地は悪くはないです。フィットしてますし、まあ、夏場はちょっと汗かくかもしれないけれどそんなに重くもないし窮屈さもないです。でどのように撮れてるかは映像を見ていただいていいと思うんですけど判断していただきたいと思います。ちょれギブギブOK。 オーストラリアの場合は犬のうんこはこのような袋で拾ってそのままゴミ箱に捨てるのがほとんどなんですけど、これはプラスチックのビニール袋じゃなくてバクテリアとか土の成分で分解される袋なんですね。久々飛行機